供だな。こんなに近くで見たのは初めてだよ。これ何か知ってる？え、違う違う、こいつの名前は毒願望？そんな可愛い名前だったっけ？うん、お兄ちゃんが教えてくれたんだ。僕のお兄ちゃんはおもちゃ屋の販売員でね、こういうのを売ってるんだ。今リーユエのおもちゃ研究所にいて、毒願望はそこで生まれたって。お姉さんもおもちゃ好きだよね。飛んでるそれは最新型かな。話せるんだね。おい、オイラはおもちゃじゃないぞ。ご苦労さん。何か、おや、この坊やはよその国の子かい？さっき知り合ったんだ。坊や、この辺りに人殺し機械が出没してるんだ。危ないぞ。人殺し機械って、こんな感じの？そうだよ、こいつもだ。動き出したらまずいぞ。人殺し機械なんかじゃないよ。毒願望？お姉さん、毒願望の悪口を言ってる人は悪いやつだから相手しちゃダメだ。坊や、俺はただ心配で。すまない、子供の相手は苦手なんだ。この子のことはオイラたちが何とかするよ。ああ、助かる。俺は見回りを再開するが、その子を安全な場所に連れて行ってくれ。ここは危ないんだ。へへ、毒願望が悪い奴を追い払った。あ、僕はテンセル。お兄ちゃんを探すためにスネージナヤから来たんだけど、居場所がわからなくて。スネージナヤか。そうだ、こういう時は、はい。お、なんだ、重いぞ。これは、お兄ちゃんからもらったんだ。これを気になる人に渡せば相手も優しくしてくれるって。すごい理屈だな。これですね。テウセルはお金持ちの子なんだな。おもちゃ売りは儲かる仕事だったのか。本当に？お姉さん、ありがとう。じゃあ僕と指切りしてよ。指切りゲンマン、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。スネージナヤらしい指切りの歌だ。しばらく子守するしかなさそうだな。でもどこを探せばいいんだ？おう、いいアイデアだな。行ってみよう。もう出発するの？お兄ちゃんに会えるかな。
いいでしょう。皇子様、それはよろしくないかと思います。一回だけだしいいじゃないか。ぎっ、こいつもいるのか。お兄ちゃんだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。この声、まさか。ああ、テウセルだ。兄ちゃんへのサプライズかい、テウセル。スネージナヤに戻らないと会えないと思ってたよ。トーニャ、それからアントン、みんなはどう？元気かい？みんなお兄ちゃんに会いたがってるよ。トーニャお姉ちゃんは毎日お兄ちゃんの無事を祈ってた。待って、テウセル、どうやってリーユエに来たんだい？連絡も何もなかったぞ。お兄ちゃんが乗ってるかなと思っておもちゃ売りの船に乗ったんだけど。船を降りた後、歩いてたら毒眼棒に遭遇したんだ。毒願望が悪い奴を追い払って、それからこのお姉さんと一緒にここに来たんだ。なんか、兄弟揃ってモラをくれるんだな。危ないぞ、テウセル。会えたのは嬉しいけど、もうこういう危ないことをしないと、兄ちゃんと約束してくれ。わかった。お兄ちゃん、ごめんなさい。怒ってないよ。心配してるだけだから。それに、この二人じゃなかったらもっと危なかったぞ。ちゃんとお礼は言った？うん、ちゃんと言ったよ。やっとオイラたちに気づいたのか、お兄ちゃん。はははごめんね。家族はいつだって最優先だ。どうか分かってほしい。それに今は敵対する理由もないし、立場上の問題は一旦忘れてくれよ。俺たち仲良くしてたじゃないか。あの件に関して俺たちはただの駒に過ぎない。後片付けは対局をしていた当事者に任せよう。俺が気にしているのは俺たちのあの一戦だけさ。なんだ、もう一度やるのか。このタルタリア、前と違って次は簡単に負けないよ。今回はいいや。子供の教育に良くない。喧嘩？お兄ちゃんはこのお姉さんと仲悪いの？まさか。もう一度礼を言うよ。弟を送ってくれてありがとう。俺にとって大事な家族なんだ。そういえば聞きたいんだけど、テウセルのお兄ちゃんはおもちゃ販売員だよな。でも、それは。し、子供にとっておもちゃ売りは人気のある仕事だろ。それに家族にはファデュイ、
国の闇に触れてほしくないんだ。俺が女皇に使われていることを知ってる家族もいるけど、末っ子のテウセルには、俺はスネーシナヤで一番人気のおもちゃ販売員、今はリーユエのおもちゃ研究所に所属してるんだ。わあ、お兄ちゃんすごい、毒眼坊の相棒だもんね。テウセルの前では会わせてほしい、頼む。そうだエカテリーナ、回収の件今から出発するから。逃げようとしてるじゃないか。しかし皇子様に借金回収をさせるなんて、それは仕方ない。賭けであのデッドエージェントに負けたんだから、体を動かしてくるよ。おもちゃを売りに行くの？ああ、テウセルと一緒にいたいけど仕事があってね。このお姉さんに相手してもらおうか。お前んちの家政婦か。うん、このお姉さん好きだよ。それに一緒にいてくれるって指切りしたもん。うん、テウセルは君のことが好きだって。それに一緒にいるって指切りしたらしいね。頼んだよ。あとこのモラを受け取って、活動資金としてね。テウセルにリーウェイを案内してあげて。何かあったら俺は聖教羅付近の川辺にいるから。ではまた。しばらくあいつの弟と一緒にいるか。ねえ、どこに行くの？どこどこ？ふむ、おもちゃ屋に行ってみるか。あれ、あの色とりどりの羽みたいなものって何？タコだよ。リーウェイで大人気のおもちゃだ。珍しいお客さんだね。その服、スネージナヤから来たのかい？へへ、そうなんだ。このタコって風が吹いている時にそれを空に飛ばすと高く飛ぶの。わあ、すごいね。毒眼坊柄のタコはないかな？毒眼坊ってみんなに知ってもらいたいから毒眼坊を飛ばしたいんだ。オーダーなら受け付けているけど、でも図面が。僕が描いた毒眼坊でいい？ずっと持ち歩いてるんだ。それならやってみよう。でもオーダーメイドは高いけど。講師からもらった活動資金があるから大丈夫だぞ。また。でも無駄遣い。
いは良くないな。同じこと考えてたみたいだな。とにかく値段交渉しようぜ。ん、まあ引き受けよう。ネギリに付き合う元気はないからね。その値段でいいよ。ありがとう。ええ、任せなさい。次はバンミン堂に行ってみようか。せっかくリーユエに来たんだし、おいしいものを食べないと損するぞ。いや、3名様かな。このレストラン、なんかすごい匂いがする。すごい匂いなあ。このバンミン堂定番の激辛料理のものかな。激辛？でも僕辛いの苦手。それは残念だ。辛いのが苦手なんて人生の半分を損してるぞ。そんなにか。あと砂糖をいっぱいに入れて特製初絞りの植物オイルじゃないとダメなんだ。お坊ちゃまだ。万民堂の料理は口に合わないだろうな。注文はそれだけか。他には。あ、王師匠、それって。万民堂の料理はみんなの口に合うからこそ万民堂なんだ。それくらい満足させることができなきゃ、この王師匠も料理人失格だよ。料理人の執念を感じる。じゃあ牛師匠に頼んでここで食べるか。うん。先に言っておくが、コース料理のカスタムは通常料金より少、もちろんルリ亭や新月軒ほど高くならないが。有料のカスタムが流行ってるのかな。でも値段に関しては。おい、それだけだと調味料くらいしか買えないぞ。おい、それだけだと。これ以上やったら他のお客さんに。すまないが、俺の言った値段が嫌なら他の店に。師匠の言った値段。そうしてくれ。好きな席に座って。貯金した方がいいだ。甘すぎる。僕はちょうどいいかな。この味はトーニャお姉ちゃんの料理とそっくり。でもリーユエの料理をテウセルに食べて。まあいいや。次はどこに行きたいんだ。不当がいい。お兄ちゃんのことで頭いっぱい。ああ、確かに。り、
わあ、広いし賑やかだね。ここの波はずっとこうな。リーユへの寄港だと、と今までは旅人のガイドだったけど、ここはリーユへのビジネスのよ。商船の他に漁船や貨物船もたくさん、寄港して、その物資の補充とか、それも港の積み下ろし料の。途中までしか暗記で、オイラの言葉で説明するとだな。そう、この港はテイワットの口みたいなもんだ。各国の船はみんなこの口に入る。その後港は船や貨物を食べて、最後リーユエコーはお腹いっぱいになってモラがいっぱいってわけだ。ねえ、あの大きいフックは何？見てみたい。おい、勝手に行くなよ。てか話聞いて。